こだと思うっていうのは、いや見えるから、あこれだけやってると、そうですよね、長いですもんね。いやまあね、無駄にね、えパチンコ打ち出してから3年ぐらいかな、はい、いや嘘つけ行きますよ、行きましょう。たまりんは変な人が好きなの？変な人っていうか、まあなんかコートの下が裸とかそういうこと、そういう変態みたいなんじゃないですかどういう系の変な人が好きなの？どういう系の変な人、まあなんか家にいてもずっと笑わせてくれる人みたいな、あ面白い人が好きなんだ、うん、ユニークな感じのね。そうユニークな、なんかでも面白いを履き違えられると困るんですけど、なんて言ったろうな、まあ非常に難しい話。芸人さんで言うとどういう感じの、どういう感じ、加納栄光さんみたい、え加納栄光さんみたい、ちょい滑り気味。そうなんだなんかなんだろう、天然みたいな感じ、あ天然みたいな、可愛らしさもあるみたいな、イケメン、ラーメンイケメン、僕イケメン、でも別にそんなにイケメン、あ違う、加納栄光さんがというのは一回置いとかせていただきまして、そんなになんか別に顔はこだわりないです私そうなんだ、浮気は許せない、埋める、浮気許せないの、浮気バレないようにだったらいいです、心広そうだよ、あバレない、なんか浮気をしちゃダメって言われたらじゃあお前もすんなよと思いますけど、まあ自由だったら、まあ、じゃあめちゃくちゃ面白い自分のツボの合う、うんうん、お待たせしてる人と、うん、すっごいつまんない地図な人の違い、すごいつまんない一途な人、笑ったこと一度もない、笑ったこと一度もない、あの自分がね相手に対して笑ったこと一度もない一途な人がいいです。じゃあ好きなタイプ一途な人じゃない？あ確かに確かになってくれよ。でも編集部の人が言ってたけど、玉木舞ちゃんは男だって、うん、男こんな可愛らしいさ見た目でさ、おしゃれでさ、なんだろう、イメージは可愛らしいんだけど中身はなんか男だみたいな。でも中身はおじさんですわ、凛々しい、凛々しい、頼りがいがある。確かにパチンコパチスロも打ち方男ですし、あーそうなんだ、荒いの好きだし野球好きだし酒飲むし、おじさんですね、文句言いながら酒飲んでたりするんで、野球の何の文句言うの、あヤジかな、ヤジ、あ今の取れただろうみたいな、今の取れただろうみたいな野球ね野球見ながら、そうなんだ、だからおじさんではありますね、割と中身と会社の人が、うん、こんなに可愛いたまりにこれっぽっちも女を感じないって言ってたから、おかしいな、なんでかなと思って、誰かな犯人探し出す、犯人探すぞ。朝さこのお店で一回またなかったって言ったじゃん、なんか引き継ぐ形になりそうだね。私とこの店で対戦した人ゼロ、あのラギちゃんも当たりゼロで終わったんですよ。なんか言ってたかも、これでもし当たりゼロで終わったらこれ玉木舞の呪いあります、私が呪物の可能性が出てきた、怖いどうやったら立てるのその呪い、私もわからない、なんか封印の仕方教えてよ、店を変えるそれはさもう店の呪いじゃない、もはやあまりの呪いじゃなくなってるなんか当たってほしいな、でもそうしないとなんかまるで私が呪物みたいな扱いを受ける可能性がある。いいの当てても、お願い、出ちゃうよ、当たったらもう出ちゃうよ、いや出してほしい、それはあそこまで言うならお願いします、出してるとこ見たいです見たことないもしかして鼻水でちょっと見たことある、あるよかった、見たことある、確かにりょうさんの YouTube とか見てると確かにあんまりたまり見てくれてるもんね、そうですね、あんまり出てるてんてんてんみたいなとこあるんですけど出てみたいな、まあ、出してる日もね、うん、負けてることが多いよね
もすごい出すとき出すから、うん、たまにね、たまに見たいな。生でやっちゃおうかな。いや見たい。生配信やっちゃおうかな。いいですか。いいんですか。私たちのための生配信。嬉しい。見たい。え、大丈夫。リアルスパチャとか飛んでくる。あ、飛んでくる飛んでくる。赤スパ飛んでくる赤スパ。めっちゃ負けてんのに赤スパ飛ばしますわ。え、大丈夫。赤スパって1万円からだよ。そこから出てくるの。そこから出てくる。リアル赤スパありがとうってやるでしょ。そう。お金なくなってきた。小銭がこっからチャリンチャリンって。あ、すいません。小銭は読まない主義なんで。読まれないのか。申し訳ございません。ここに袋つけといてもらいます。そしたらここに入るシステムにしといて。いいね。純粋に500ハマりました。いろんな台足さなくてもこの台だけで十分だった。エミリアに変えた途端。何飲みます。あ、え、いいですか。あ、めちゃくちゃ熱いよ。あ、動いてるよ。あ、動いてる。エミリアに変えた途端当たりました。あ、エミリアか。そう感じ悪いな隣の人。強欲が出てくるといいね。動いてる。墓所。これ金チョコみたいな。え、金チョコ？金チョコみたいなやつですか？あ、金チョコの下。夕方背景ぐらい。でももう当たるよこれは。当たるか。たまりんだもん。当たるか？いじります。この保留からは強欲か死に戻りっていうどっちかが出てくるから、強欲が出てきたらもう準備してガッツポーズの。わかりました。ねえ待って、ちょっと待って、今さカメラがないとこでめちゃくちゃドヤったよね今ね。誰も見えてないとこでさ、私は見たよこの真正面で。こっちが押さえてました。多分押さえてるかな。悪い女の顔してたよ。どうやっちゃってました。出ちゃったな。80% ありがとうございます。いいな、群馬で出てさ、まだ座ってそんな立ってないな。32,000円。あ、ちょっと時期早ない？もう当たってるから。いや当たってるから多分。あれ裏ボタンですか、もしかして。自分の台で出ないから人の台で楽しんだ。ごめんね、なんか手出して。いや全然いいですよ。もう私3000まで見えてるんですけど今。すごい入りそうだもん。3000まで見えてる今。強欲フラッシュ。これは外れの映像の方がレアですね。でも外れた方がレアですね。レアな方が行った方がいいかな、やっぱレアな映像いいですか。あ、いいですか。レアな映像撮れちゃうかな、もしかして。そうなのよ、テロップ変わってんのよもう。99.9% を覆すほどの力はなかったってことですね。いいな、ずるいよ、ずるい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 。私朝からさ、もう5時間ぐらいここで寝まってるのに、この人座って10分だよ。気まず、気まず。乗り打ちでしたよね、確か。頑張りますね。え、いい？もう6枚目なんだけど。もう6枚目か。頼むよ。バトル告知にしようかな。入った瞬間だからね。はい、ここだからね。まだね、メーター3分の1減ったらここ入るからね。あ、まだまだ。気合い入れて。どういうこと。まだ。あ、いた。あ、決まりました今。
決まりました今、はい、打ちっぱです、打ちっぱです、多分入ってます。全部白でも全然いける、いけます、すごい応援してくれる、でも見たい、ボタンが落ちるのが見たい、見てくれ、あ、なんか飲むいいですかなんか、なんか炭酸みたいな、炭酸、ジュースでいい、ジュース、コーラとかファンタとか、コーラとか、コーラがいい、いいですか、いや、先バレ来たからありがとうございます。一応まだあるんで、あ、まだあるんだ、最後に5500って入れて、蝶々がここに入ったらラッシュです、意外とある、上に飛んでいきました。2人の初並び打ちとタマリンの単発と、はい、私の6枚目に乾杯、乾杯、最悪な乾杯じゃね1個もいいのなかった、まあ、並び打ちくらいですか ね、 そうですね、まだ、うん、最悪な思い出になりそうだねもう二度と並び打ちしないってなんないかな大丈夫、ならないよきっと